えー、おはようございます。えー、またあの、インターネットの方々、おはようございます、えーこんちあ。こんにちはの方もいらっしゃいますね。こんにちはの方、また、こんばんの方も、こんばんは。よろしくお願いします。それで、えー、っとあのお祈りをありがとうございます。えー、チームがですね、えー、帰ってきました。それで、えーっと、ビデオができていますので、それをあの見ていきたいというふうに思います。 それじゃあよろしくお願いします。

Feccionamos peças em artesanato, colocamos ali para que 5, versículo 17. Hoje é que eu é, ouvir, ouvir, a voz de Deus. Nós abençoamos a vida deles também, em nome de Jesus. O amor de é はいどうもありがとうございます。 えー、お祈りありあがとうございますあのチームがブラジルに行って帰ってきたんですが行くのに2日かかり帰るのに2日かかり都合ですねブラジルに2日間いたんですね <laughs> ですからあの非常に強行日程でこう行きましたけどもですね、えー、っとかつてのブラジルチームとは大きく様子を変えていました一、まあ、つは、えー、っと最初の集会はですね上田の,あの常山牧師の えー、この礼拝を借りてる教会に、えー、ちょうどですね正解の時に1ヶ月前ぐらいに行ったのかな、えー、それでお願いしたんですねそしたら、えーとまあ、水曜日に集会やってるということだったんですが我々は火曜日なんですねですから火曜日っていうことで、まあ、かなり無理を言ってくださって無理やりにえっ、ー、とですね こちらお願いいしたたよようなそういうようななそ形だったんですね、まあ、ですから、えー、と最初我々が行った時誰もいなくて、まあ、こんなもんかなんて思いながらですね気楽にやろうなんて思いましたらですね人々がたくさん集まってきて最初もえっと5名の牧師が出迎えてくださいましてね霊媒体は我々が借りるっていうことなのに向こうが借りてくださってそしてですね、えー、非常に食事もですね素晴らしいところに連れて行ってですね そしてあのこちらの人は向こうが出すとは思っていませんから、えー、飲み物とかドリンクとか勝手に頼んだりなんかしてですね <laughs> それを全部向こうが出してくださったというねちょっとそれと,、えー、と十数名の牧師が来てるという本格的な集会になってたんですね、えー、それとともにですね主の,の働きが非常に強烈に働かれましてですね泣いてる方々も何人もいらっしゃって、まあ、終わった後にはですね是非うちの教会に行きたいとか あるいはです、ね、地域にたくさん教会があるのでそちらを回ってほしいとか、まあ、そういうような話になってたんですねで、えっと、主,あの主の働き方の違いっていうのを非常に強く感じましたそれとともに三連覇の方もこれもですねえっと1週間行く前の1週間前の祈祷会でサンデムの教会で、えー、主の見心がある働きがあるっていうことを言われたんですねで我々はその時三連覇の教会に行くつもりはなかったんですね じゃあ何かというとリオから300キロって言ってたので,で我々はサンパウロからリオに移動してその300キロのところに行く余裕はないのでですね具体的にですねですから教会もそれからえその施設にもあのまあ無理だということで行かなかったんですが予言ではそこにポイントがあるって言われたのでまあともかくじゃあ,あのえトライしてみるということでねそこが開かれたんですがそしたらですねなんとホテルから。 15分ぐらいなんですよねそれから我々の行く教会から5分のところでまさに、えー、っと実はですねすぐそばにあったんですねだか方だったんですねそれでその施設もそうだったんですねでそこにおいてもですねえっとその、えっと、ブラジルの責任者の方が3,000キロ向こうから来てくださりそして非常にこう精霊様がこう働いておられましたねあの素晴らしいこう神様の技となりましてですねまたあのこれからの 協力関係に関して深い関わりがその中でこうできてきましたそしてですね、えー、っと最後の集会だったんですがもうこれも手を抜いてたんですねそれは何年かってこれだけは最初から決まってたんですよねで、えー、4年前ぐらいに行った時にどういう形で集会をやったのかっていうと要するに我々が借りたんです、ね、その大きな教会を我々が借りてで我々の集会をやったんですでそれに向こうの人がちらっと参加してくださったんですね 旋回,はですで旋回行った時には夜行ったので夜の集会来てくださいということで夜の集会行って祈祷会に来てた人と何人か交わってそのうちの何人かが来てくださったんですね。で今回は夜行かないので人も全然いないだろうなとあのこういうふうに思ったんですね。そしたら旋回行った5倍ぐらい150名ぐらいの方々が来られてたんですね。でその中でえっとなぜ来られたのかっていうとですね実はあの旋回行った時に 集中治療室にいる方を祈ったんですねあの心臓病の方をね。ところがその方が癒されちゃってあの1週間後にはお医者さんがびっくりしちゃったんですね何も悪くないとあの。その癒しが起こっていてでその癒しをみんな聞きつけてですね150人以上の方々が集まってたのですねあの確かに癒しが起こるのでポロポロってくるのは我々は見たことがあるんですがそんだけ大量の人が癒しでですね やってこられると思ちょうどですね、とのちょっとあの、えー、非常に感慨深く思うんですけど、先週の日曜日の夜に癒しの働きが始まって、皆さんを通しても癒しが起こるとね、海外選挙で多くの癒しが起こるから、その訓練が始まるっていうようなことを言いましたけど、まさにその通りになっちゃったんですね。えー、私を通しても皆さんを通してもいろいろ働きが起こってきたと。 それととも予言ではですね癒しに列が並ぶということで最初は5 6 0人の方ですねそれからその最後の集会でも5 6 0人の方々が並んでたまも物を中心としたちょっと,えとこんだけ1つの癒しが効いたというかね人々を一気に集めたというのはですねあの初めてでしたのでまた同時にそういうような形で主が働きを切り替えてきたなということとの 共にあの各政会における主あの政あの働きですよね。そこの教会の方もでもですねあの、招かれたわけじゃないんですね。我々は勝手に借りたのですね。それに向こうの教会が来ていて、それで向こうの教会の副牧師の方が言っているんですね。いつでも、どんな時でもあなたはと受け入れますで。スタッフの方が言ってました。20の国境間があるので、全部回ってくださいでもう。あっちからもこっちからも同じことで、主任牧師の方が90で、 えと入院されていて退院されたんですがそこにも連れて行かれてそいつですねそこのの癒しししたたためにこうお祈りいたしましたねちょっと精霊の働きがちょっと違ってきたこととそれから癒しの働きを経由したちょっと技が、えー、今までとちょっと違うレベルで起こり始めてきたなっていうことを感じますし、まあ、これからは多分癒しとか奇跡の技を中心とした伝道的な面が大きく動いてくるだろうとこういうことを感じさせられるね。 えそういうよういよな働きでしたますまたあの国内の働きにおいても主の約束と主の計画があるのでその中で多く,多くのことが起こってくるという、ね、主が語ってあのおられました。まあ、ともあれえどうぞ皆さんあのお祈りをあ,のありがとうございます。何、まあ、せあっちでもこっちでもね2日で帰るのかっていうことで <laughs> もっと長くとか言われるんですけどもっと長く時間が取れないんですよね。 ただあの、どん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 選挙チームがこれからいきますので,です、ね、どうぞあの皆さんもね、あの導かれている人は、えーと、祈りつつ参加していただきたいと、こういうふうに思います。それから、えー、と東日本の,あの震災のあった中で、福島に個人を建てるということをね、主語られております。それでどうぞ皆さん、主に期待して、ね、大きな献金をしていただきたいと思いますね。それとともに、えー、と塵も積もれば山献金。 ちらっとしたお金を、ねえー、どうぞ皆さんも捧げて、えー、だからその二用で行っていただきたいとこういうふうに思うんですねそれでチリもつまめれば山献金の献金箱が後ろに出ましたので,です、ね、あの1円からじゃりじゃりねあの、まあ、こんなのをあの捧げられないと思ったらそれを捧げておいてください <laughs> ですね、えー、で1000円以上は <laughs> 紙に出しておいてもらってです、ね、でチリを積まめれば山献金の献金箱ができましたので どうぞ皆さんね、一、えー、円でも、あのー、恐れることなく、もちろんあの恐れることなくすでにやっている方もいらっしゃると思いますけど、<laughs> <laughs> どんどん、あのー、捧げていっていただきたいと、こういうふうに思います。えー、とそれとともにですね、あのー、パトモス、えー、ピリピチームが行きます。で先日テテケケ行ったんでですねもは 感謝の手紙が送られた場所で感謝のことが起こったところは違うわけですよねでピリピなんですねですから今回そのテザノンキもピリピンを行ってそしてえっとトルコに行ってから出ていくというような形ですですからパウロの行った後をたどる、えー、っとパトモスで祈り込みと共にたどるというねことですねそしてですねあのー、海戦に行きますと一つわかるんですね何かと,とまずサタンのアタックが強いんですねサタンのアタックが もうまさにに見えるようにが生ます、ね、でこれはあのふだんこっちにいるのとちょっとレベルの違う形ですね。それとともに種の技が起こります。明確にこういろんなこう種の手と技がこう見えてくるんですね。でこれはあの大きな恵みですのでどうぞ示されている方はね是非いらっしゃってください。それとともにですね霊的なことが開かれるんです。 で私はあの海外に行くことによっていろんな霊的な原則を教えられましたし今あの黙示録をねそろそろ発行しようとしてるんですがその中でも私はねもちろんあのパトモンスなんか行くとね黙示録だけ読んでますからだから開かれたんだろうっていうふうに思うかもしれませんしそういう面はあると思いますけども明らかに私はですね例の力があるっていうことをね感じます。 でいろんな導きにおいてもポイントにおいてもねちょっと違うんですねそしてですねどうぞ皆さん、えー、っと示されてる方は引くことなくいらっしゃってくださいまた同時にですね「行きたい」っていうのも示してやったりするんですねいやこれは本当なんですでそういう方々はですね祈ってくださいそれでストップだったらやめといてくださいね死の未公行ではないからしかしねあの神様が導いている思いだったら思いの中に働くっていうでしょ思いの中に働くんです 行きたいやりたいとかねああここによって祈りたいっていうそこから始まるんですあの導きっていうのはですねそういう方々はね祈ってください具体的にねそうしますとね見心だったら奇跡が起こってきますで私はねその奇跡を何度見たか知りませんねどうぞ皆さんもねその奇跡を見つつ見といていただきたいとこういうふうに思いますそれでえっと創世紀のあの十二章なんですけど、えっと 神様は私たちに計画を持っております。ですかですから皆さん一人一人にこの神の計画があるのですね。ただあのクリスチャンで神の計画を行う人は私は少ないと思ってます。あの多くの人は自分の人生を祝福してもらいたいと考えるのですね。ですから自分の計画を祝福してもらいたい。 こう考えますでそれは自分の計画なんですね。しかしですね、それは最高の祝福ではないのです。最善の祝福ではないのですあの。神の計画、これが最高の祝福です。最善の祝福です。私はね、聞き従い始めた時にね、こう思ったんですね。神の御心を行うと時は危ないと思ったんですね。何かというと、つまんない人生になるんじゃないかと。ね、そして、あんまし面白くない人生になるんじゃないかと。 私、ね、そう思ってたんですでも今あの神の計画を見始めた時全く違っていました。本当に素晴らしい人生が与えられますね。生き生きとしてですね。そしてですねまさに自分に合った人生がこう与えられてるのですね具体的にですね。あのー、私もですね、えー、と月曜日から2時間の,あの2日間の飛行機。 そして2日間に行っても、ね、サンパ歩ル行って夜遅く帰ってきてそれからヨデジャネイロってね東京大阪間ですよねそこを移動してそして集会やってそして次の日の朝集会やってそして向こうがご飯食べさせるとかですね残ってくれっていうのに飛行場行かないといけないから飛行場行ってそしてですねえっ、ー、と2時間かかって帰ってきたのですねあの皆さんもお疲れでしょうけど私もお疲れいるのはですねでもですねその時ちょっと思うんですね 何を思うのかっていうとね私はううね,ね小学校の時の愛読書は旅で私は旅の雑誌を見ながらですねいろんなとこ行きたいなと思ってたんですそしてね小遣い使ってですねバスに乗ったりなんかしながらねあっちこっち行きたいと私は思ってたんですで私す世界行けるなんて思ってませんでしたね だから、私ね、あの自動車に乗ってもですね、起きてるんです。だいたいみんな寝てるんです。で場合によっては運転手も寝てるんですけど。<laughs> で、やっぱりあの、なぜ私起きてるのかって、同時にね、景色見てるの好きなんです。あの、好きなんです。で、私ね。あの、神の御心を知らなければ。こんなに私に合った人生にはならなかったなと。思います 多くの人がね神の御心を行いたくないと思ってるのはあんまり興味がないのは不信仰だからです。最高が来ると思ってないんです。最高の恵みが表されると思ってないんです。これなんです。で私はそうでした。でも皆さんね神の計画を選ぶかあるいは自分の計画でいくかっていうのは実はクリスチャンにとってね 一番重要なのは罪の許しと永遠の命ですけども神との関係ですけどもそれに続く大きな免疫を受けるか受けないかの違いなのですね具体的にですねですから皆さんねこの神の計画ですねで自分の人生を祝福されると神の計画の中を歩むっていうのもえらい違いとなりますそしてですね神の計画っていうのはですねあの分からないんです をます分からないのです。で,す、ね、で私はですねあの飛行機1回も乗らない記録を作ってたわけですね。まあ、時々外で説教をするんですね。時々と外で説教するんですね。で、えっと、その時私はねもうあの一生あの飛行機に乗るような機会はないと思ったからね1回も乗らない記録を作ってやる。こも思ったんですね。そしたら主は言ったんです。あなたは 数え切れないぐらい飛行機になるようるこれは神の計画でした。で、私はすぐ思いました。あ、そうなるんだなと思ったのですね。そうしたら今に至るまでも1000回は超えてますよね。まだリバイバルが起こってないのに、まだ本格的なあの働きに入ってきた来てないのに。1000回を超えるですね。で、皆さんね。あの神の計画は神が持ってますから。 あの皆さんはね、下手すると一生知らないで、天に行って気がついたみたいなことになりかねませんので気をつけてい,て <laughs> いただきたいと思いますね。ですから皆さんね、神に聞くんです。これが神の計画を行う大きなポイントです。で、身心をどうしたらいいですかって聞くんです。願うんです。 やるのです聞くのでですす聞く最初のえ第一の証しの時ある方が言ってくださいました例えばあのリオの教会に行く予定はなかったわけですね三連モの教会にね。予言が出たんですね三連モの教会にとの集会で主の働きが進むってねでそれでですね予言が出てしょ語り会があったわけですねもうギリギリになってるわけですねですぐこちらの方で祈りで聞き返しました「主をこれは見心でしょうかこれは行った方がいいんでしょうか」 ね、でとい,、ね、いうのはさっきも言ったように300キロ離れてるとかなんか言ってたからちょっと無理なんですね東京大阪へ移動してねサンパウロからリオに移動してそこから300キロのところ行ってなんていうのはちょっと無理なんですねあの具体的にですねでも祈った時に主は5」っていうことを示されたのですぐあの連絡を取ってもらったら1日のうちに決まったんですねそしたら分かったので主はう「5だった」って300キロが。 300キロどころか歩いていけるところしかもホテルのすぐそば具体的にねあのトンネルの前にあの最後の教会があってトンネルの向こうにサンレモの教会があったん <laughs> <laughs> こんな近くかとこの,あのホテルがまさに絶好のところがあったんですねそしてねあの神様の技が進みましこのあとその効果が出てき きますよね具体的にねでその時皆さん聞くんです聞くんです聞かなきゃわからないんです皆さん聞かなきゃわからないんですそれで何度も言います自分の計画を祝福してくださいと多くの人は思いますが確かに神様も助けてくださったりなんかすることがありますしかし皆さんそれは最善の恵みではないのです最善の恵みは神の計画ですよね。 そして神の計画を聞くときに直接的に神に使えるように導かれる方もいますしそうではないという方々もいらっしゃいますですから導きは一様ではありませんですからこれは間違いないでください検診、えっと、したら神の計画というふうにね伝道検診だと思う方は間違いです主に従ったらですで主に従った結果例えば伝道者になるのはそれは導きです そして主に従った結果、えー、社会人にになるはそれを導きですす、ね、逆が起こります、ねえー、主に従わなかった結果伝道者になったり主に従わなかった結果社会人になったりすることがありますね。でそれは私はあのまずいと思いうのは最善を失うということね呪われるとか裁かれるってことは言ってませんよ。いいですかそうじゃなくて最善を失うという、えー、このことですね。ですから聞くということですね。 そしてですね、聞くときにあの注意しないといけないんですね例えばこのアブラハムの時には何が示されたか、ね、行くところを知らずって書いてあるんです行くところは分からなかったって言ったんです目標は分からなかったって言ったんですじゃあアブラハムは従った時何をやったのかこうやったんですね見心をを行ううとということを従ったんです。神様の導きに従うということに従ったんです。 だからどこ行くのか分からないだから皆さんがですねえー、っと例えば神の導きをああのやる時に神の計画が分からないということはあの普通のことなんです分からないことが多いのですあるいは間違ってるかもしれませんねしかしポイントは見心を行う見心を行うということですで皆さん時が来たら分かるのですえー、っと私はですね、えー、最初検診したのは えっと海外選挙でインドネシアの長期選挙誌になるという形で検診したんですねでその時にですねえっとねや示しがあるんじゃないかなっていう思う気持ちとちょっとおかしいぞって思う気持ちがあるのですねでそういう時はね皆さんやめておいてください。ね、で私はそういうい状況だったんです ただ、口でではインドネシアの海外選挙って言ってて言たたんですねただ私はです、ね、インドネシアを含めた海外選挙には導かれてたと思います。というのは日本の教会の牧師で,です、ねえっと、海外の畑に行ってる3本の指に入ると思いますから、私はです、ね、あの具体的にです,、ね、あのですから導かれてたと思うんですね。ところがは,、ね、はっきりとした確認が来ないのですよ。はっきりとした確認ですね。 そしてあの、卒業した後岡村さんと、えー、スーバズの池の横を通っていたとき、よく通るのね、こうだったなと思うんですけど、語りかけられたのね、一緒に、歩いてるときに、岡村さんに語りかけられたんじゃなくて、直接、紙にね、<laughs> <laughs> <laughs> 何かというとね、あなたをインドネシアの長期宣教師に導いてはいないって。私ね その時語りかけられたんですですねで私はですねインドネシアの長期選挙士じゃなくて選挙師の飯はありましたけどインドネシアを含んだめた全体の飯であってちょっと違ったのですねただそれが分かってくるのはもっと後ですこの後私はですねあのもう海外選挙に全く興味はなくなりましたそして首脳の中華に来た時予言を通して。 あなたは世界の限りない数え切れない国々に行き始めるそしてイスラエルを中心とした宣教っていうのはそれを示されたんですでかりませんででしたですから皆さんね時があるのでいいですかあの、えー、っと皆さんがビジョンが示されなくてもこれはいいんですいいんですねビジョンをいい加減にしてね いいやででもも鉄砲でも持ってこないビジョンなんて関係ないってんで示されないのはよ,よくないんです <laughs> しかしビジョンを求めながら死の導きを求めながら主の御心を行いますよっていう歩みをしながらそしてそれが示されないのは時があるからです時があるからですね時があったら示されます、ね、例えば個人の働きだって時が来るまでですよね考えもしませんでしたね祈ってはいました願ってはいました しかし無理だなと思ってたんです。で、私にそういうような導きはないだろうなと思ってたんです。しかし時が来た時に主は示したのです。ですね。時が来た時にこう動き出したのです。あのー、例えばね、賛美やってる人だってそうでしょ。初めからそういう飯を感じてた少数の人がいるにしても、ほとんどの人はそう思ってなかったと思いますね。時が来た時に示されてきたのですね。具体的に。ですから、アブラハムは何をしようとしていたのか。 神の見心を行うというこのことを求めていたんです。彼が求めていたのは神の見心です。でこれは時が来た時に明らかにされていくと。ですから慌てることはないと。それとともにね、あの無理やりにちょっと不安があるような示しは90%そうだと思ってもあの90%そうだと思った示しが次々とひっくり返るのを私は見てきましたから、はっきりと確信ができる,できるまで、えー、これはですね動かないように。 皆さんが安全に動くためには本当に成功するためにね主の技が起こるためにははっきりとした確信ができるまではあの動いちゃいけません具体的にねそれじゃあ神に聞くっていうのはどういうことかですねあのまずですねあの教会これは特別な恵みですで教会に来るっていうことは非常にこの重要なこう意味合いがありますというのは私たちは個人で 神の子供であるように、教会の一部として神の子供なのですね。そして私はですね、教会にいることで示されたり、あの語られたことは非常に多くあります。ですね。あの例えばねメッセージを通して語られたり、ペテロなんて寝てて語られてますよね。<laughs> 夢の中でですね。で皆さんこれはあの重要なこう意味合いなんですで。ここは大きなポイントとなりますね。そして皆さんね。 聖書を読む。特にあのデボーションっていうのは重要です。あのデボーションを通してね、その日のことが示されたり、逆にその日に起こったことを後のデボーションをひっくり返してみると、あこのことだったってわかるっていうことは多くあります。それと皆さんがいろいろなことに迷ったときに、ご自分で祈って聖書に聞くのです。まあ,あのジョージミュエラーはひざまずいてね、神の言葉を受ける。 体制を持って聞いたって言ってます。うちもあのよくそうします。あの祈るんです。神の言葉ですね。それとともにですね。予言えっとこれは重要なこう意味合いがあります。例えば今回サンデモに行ったのは予言から行きました。我々はもうすでにサンデモ諦めたのですね。三百キロだから無理と。 ところは予言で技が起こると言われたので、あこれはいけっていうことだなっていうことを、えー、思いましたし、まずすぐ確認して動きました。それから皆さんにこう言いましたけれども、えー、っと海外選挙今日私の海外選挙はね最初ストップされた後、私はそんな思いは全くなくなったのです。とは海外における働きを神様が我々に言ったのは予言です。で私は予言を吟味して、えー、自分に来たものとして受け取って。 そして動いたのです、ね、ですから私がですね、えー、数え切れないぐらい海外に行くって言ったのは予言ですそれで今778かな78ですねこう言ってますねでえー、っと下手すると金高薫抜きます、ね、私は金高薫の日曜日の今頃見ててこの人を抜くようなレベルになるとは思いませんでしたね だってこれからリバイブでしょ、ね、これから呼ばれますよ、皆さん、ね、皆様も呼ばれますよ。たくさんのところにね。ですから予言です。で予言をおろそかにしてはいけません。具体的にね。あの予言を通して語られることは非常に多いのですで。我々はそういう手段を神様に与えられていますし、神様はそれを通して語ってくださいます。さらに祈りですね。祈り込んでいく。祈りの中で聞いていく。 祈り切っていくってことこ重要ですねで皆さん曖昧な事柄に関しては何度も言います、ね。これは従わないでください。そうだと自分が思っていたとしても何かコロナそこに不安があったり大丈夫かなと思ってたりすることはこれはまだ、えー、確認を取れてません。確認を取るのです。例えば私が、えー、と橋から、えー、家の,あの 伝道にとっなってる時に来た時に私ははっきりと確認を持ってましたね例えば不審さんはあの精神の病気でしたけども不審さんと結婚する時に私もはっきりと確認を持ってましたこれだって分かってたのですだからそこまで祈ったからわけですね具体的にですねだから皆さん確認を取る大体聞き従えがあのおかしなことになっちゃうのは確認をらないようにやるからですですね90%大丈夫だっていうのは これはですねよくくひっくり返りますだから皆さん90%大丈夫で動いちゃだめです。はっきりと確認ができて動く。これがねあの基本的な事柄であるというふうに思います。さらに摂理とかね夢とかね。 で眠る時もただ寝ちゃダメです。夢を見てください。<laughs> ね、眠る時もただ寝ないで夢を見で皆さんね、えー、その他の方法で主は示されます。であの神様の時は神の時があるので慌てることのないように主はね必要な時には必要なことを示してくださいます。これですね。 そしてですね、えっと、あすみませんちょっと長くなっちゃって重要なことは自分に頼らないことです自分が神の御心を捉えて自分が従い自分がやってやろうって困まないことですあの人間って弱いもんなんですね例えば今ね皆さんに神の御心を本当に行いたい人って手を挙げてくださいって言ったらですねおそらく何分の1かと思います他の人はね よくよく考えてみると見心をやりたくないと思ってたりするわけですよ。大第私がそうですもんね。私がもう聖霊に満たされてまさに見心をやりたいと思ってる時きともあれば見心をやるよりもテレビ見てたりとかね。カッタいなとかね。あの皆さんねそういうもんなんです。で私は最初よく失敗したのはね自分のあの弱さを知らなかったからです。私は努力すればね私を鍛えれば 私は従うものになると思ったからです、ね、私を努力すればちゃんと神様に使えるものになると思ったからです石を詰めないといけないとかそういうふうに思ったんですねで分かってきましたどうにもならないとどうにもならないと分かってきたんですねあの私がね幸運だったのはあの伝道者に導かれる時私が最初にいた教団ではこう言ってたんですね伝道者っていうのは全てにレベル上じゃないといけないと。 まあそう教えてたわけですね、えー、っとあのこういうレベルでも普通のクリスチャンよりも上でないといけないとこういうレベルよりも上でないといけないとこういうレベルでも上でないといけないとこういうレベルでも上でないといけないとそれが進学生なんです、ね。ですから私はそういう考え方の中で献身しようとしたらあの神様が言われたんですよ何か,何かっていうとねあ自分がそうでないってことを分からせていただいてあこれどうしようもないんだなと分かったんで,すですね。 そしてですね、それが土台であるって示されたんですで。私はどうしようもないっていうところからスタートしたのです。で、皆さんね、どうぞ、無駄な努力をしないでくださいあの。神の恵みにより頼むんです。で、私たちはですね、主の御心を行いたいと願っているときもあれば、ほとんど願ってないのです。ね、自分の地下でやれるときもあれば、ね、やれないときもあるのです。 神様に使えようと思っているのに他のことが頭いっぱいになっちゃって神様なんて忘れちゃうことがあるのです。バカ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 ,バカなんてねあの自分に期待のを持っている人はそう言います。でもそう思わないでください。それがあなたです。<laughs> ね、起きようとしても寝ちゃうのがあなたです。<laughs> ね、神様に祈ろうとしてもですねあの気がついたらですねあのテレビを見ているのはあなたなのです。皆さん我々は弱いのです。皆さん そしてですね、神の御心を行うためには恵みなんです。神様の特別な恵みなのです。で、どうぞ祈ってください。ですね。で、私たちは神様に従える力はありません、ね。場合によってはそういう思いもありません。ただ、御心を行わせてください。これ皆さん、日々祈ってください。あの日々、恵みにより頼むのですね。恵みにより頼むのです、ねで。恵みにより頼むときに、 主が働いてくださいますだから私自信持ってますあの,の御心を行えるって、ね、なぜか自分に頼ってないからですあの頼ってないっていうか自分がダメだって分かってるからですね神に頼るのですで皆さん神に使えるために私は最後まで使えられるって私は知ってますそれは何かっていうと自分がダメだって分かってるからですですねどうぞ皆さんあまり自分に期待を持たないでください 私がちょっと頑張れば私はこれができると。ちょっと頑張ればこういう人になれると。ちょっと頑張ればこれを徹底できると。ちょっと頑張ればじゃないのです。皆さんね。私たちは弱いのです。で神の恵みによって。そしてで,ですね、その時、その栄光のあれを大きく見ていくということを、ね、覚えておいてください。お祈りします。手のす、ま、どうぞお一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご横と宮沢を荒らしてください。お願いいたしますえ。口の口角がちょっと悪いので、 それがその人の人生に大きな影響を与えている方がいらっしゃいますこれはちゃんと感謝を語りまた信仰を語っていかなければなりません手の様はどぞ豊かに導き最後に御用事を宮沢を表してください何かこう過去の成功したことに非常に心が行ってしまいそこにから心が動かせない方がいらっしゃいますがこれを主に委ねて御心を行うように主は語っておられます なぜならこれからさらに優れたことが用意されておりまたそこに目を留めそして歩みの,この足を止めていく場合にそれが現れないからです。 神様、どう豊かに導いてください。えっと、導きの道があるんですが、それが困難に見えて進まない人がいます。しかし、これは違います。進んでいくときに、これは大きな祝福と栄光になります。え、その方はこの神様からすでに示されているんですが、しかし人間的ないろいろな状況とか考えの中でとどまっていますが、これはあの主の勝利を逃すことになります。主の言葉に従って進んでいくようにとわがたっています。 癒しの祈りをしたいと思いますまず全員で罪の食い当めの時これを持ちたいと思いますそれでは各々の癒しのためにお祈りください天皇様あなたがこの場にご入在され癒しの技を成してくださっていることをありがとうございますと私たちの精神の病を癒し解放し体の病を癒してください 聖霊様の豊かな恵みと祝福をありがとうございますイエスキリストの皆よって病の力を打ち砕くイエスキリストの皆よって命ずお人お人の過度精神か病の霊をせイエスキリストの皆よってお人お人の過度精神癒されよ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 ,されよ、えっと、肺がちょっと悪かった方、えー、この方がこういらっしゃいましたこれが癒されました感謝して受け取ってください、えー、また心臓がちょっと悪かった方がいらっしゃいましたこれが癒されました 手の様はどうぞ、いかに導き、最後、よこと、皆ざわらしてください。また、えーと、貧血の方がいらっしゃいます。おいらっしゃいました。イエスキリストの皆にやって、お少々のカー精神やしをせんげす感謝します。イエス様の名前によっておなりますアメンどうぞ、お立ちください。ハレルヤハレルヤ ハレルヤ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 仰ぎは主イエスキリストの恵み地なる神の愛 聖霊の親しき交わいが私たちと共に常しえにありますようにアメンどうぞお座りください報告をいたします主法の内側をご覧くださいブラジィチムの祈りを感謝いたします白馬キャンプが行われますどうぞ皆さんいらっしゃってください このリバイバルに向かっての動きがこういろいろ動いてきています。どうぞ期待しつついらっしゃってください。それからパトモステサノニ系ピリビチームですね。どうぞ皆さんもいらっしゃってください。さらに4月2日、石垣市の総会が行われます。総会は何時からだっけ ?9 時半か。10時から行われます。どうぞお祈りください。参加されたい方は参加してください。四国政界と 船橋厚木正解がありますお祈りくださいあと感謝の選手祈祷会4時半からあとはいつものとおりですはい報告をお願いしますおはようございます夏の白馬キャンプが7月の24日プレキャンプ7月の25日から27日本キャンプで行われます非常に精霊の注ぎかけも強く働きも次の技に移っておりますのでぜひ皆様あのご参加を早めによろしくお願いいたします 募集要項と申し込みは受付においてございますのでよろしくお願いいたしますお待ちしております白馬キャンプの時に東京安定受け協会からまたバスが出発しますそのご案内ですプレキャンプ号は7月24日火曜日の7時半集合8時出発本キャンプ号は7月25日水曜日の8時半集合9時出発です 料金の方は往復料金で大人8700円、3歳から小学校6年生までの子どもが5200円、2歳以下無料となっております。ただし2歳以下の方でも席を取る場合は料金がかかります。締め切りの方は7月15日の日曜日となっております。この締め切りを過ぎますとキャンセル料が全額かかりますのでご注意ください。 また、締め切り前に満席になった場合は、その時点で締め切りとさせていただきますので、ご注意ください。この申込書が入り口のところに貼ってありますので、皆さん、申し込まれる方はお早めにご記入ください。よろしくお願いします。えっと石津江の石個人院からのお知らせです。受付の方に個に日本個人設立のための募金箱を置かせていただきました。 とチも積もれば山となる献金ということですのでよろしくお願いいたします。<laughs> えっと千以上の方は封筒に入れていただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、あのチを積もれ,れば山となる献金ですが一円から、<laughs> ただしあの千、えー、円以上の場合はあの、えー、献金袋を入れて出していただきたいとい、ね。はい。パトモステサロニケチームが七月の十日から十九日の日程で使わされます。 6月の5日の正午までは飛行機の席30席を確保してございますけれども正午以降は航空会社の方にお返ししてしまいますので確実のお申し込みの方はそのあのお席が取れるかどうかを問い合わせという形になります金額も高くなる可能性がございますのですでに各自の方または進行の方でもぜひお祈りしていただきヨーロッパ部門まで お申し込み、よろしくお願いいたします。学生会からのお知らせです。本日二時二十分より、こちらの会堂の方で。ヤング合同の礼拝を行います。その後会館に移動して。学生会を行います。今日のメニューはカレーとなっておりますので、ヤングの方ぜひお越しください。 4月18日の心ゴスペルのチラシを賛美チームとともに配ります。えっと、今日からこの綺麗なチラシを用いていきます。えっと、高円寺北口広場はゴスペルシード、南口はカマンドワアシップになります。おもりのある方は、30駅前にお集まりください。はい、それでは、礼拝を閉じたいと思います。どうもありがとうございました。